純三ヒョン、2000人の前で歌声とモノマネ披露。韓国の人気俳優ユンサンヒョンさんがニューシングルの発売記念イベントを行いました。このイベントでサンヒョンさんはおよそ2000人の前で歌声を披露。またトークイベントで女性への接し方について聞かれると、あ、저는되게즐겁게해줍니다。例えば、예를들면、あ、할머니성대묘사。勉強します。あなたに、これはすみません。とモノマネも披露、会場に集まったファンを楽しませていました。韓国出身の俳優で歌手のユン・サンヒョンさんが都内でニューシングルの発売記念イベントを行いました。ステージでは久保田俊信さんの隠れた名曲サマーアイズなどを熱唱。およそ2000人の女性ファンが熱狂しました。